手続きが難しい公費解体の申請には何度も相談に訪れる人も多く、石川県珠洲市の窓口では最大で3時間ほどの待ち時間が発生していました。こうしたことから市では今日から窓口をこれまでの倍となる8ブースに増やし、そのうち半数以上は必要書類の紹介などを行う相談専用の窓口としました。難しいね、誰も今初めてだと思うけど、ちょっと相続人がいるのでそういうのも全員書くのか。公費解体をめぐっては手続きの煩雑さや住民立ち会いの下で現地調査が必要なことなどから、石川県内では8500棟余りの申請に対し解体が完了したのは88棟にとどまっています。